ご報告があります。2025年の6月銀座の中でね移転する予定となっています。今はですね又吉の手術がねおかげさまでたくさん行っているんですけれども、もう少し患者様の要望に応えることができるようになるとか、もっと数多くの手術を引き受けることができるように、銀座5丁目の方もどうするのかっていうとですね、もちろん退去するわけなんですけれども、もしよろしければなんですけれども、その箱を活用したいなっていう方がいたらね、ぜひねお問い合わせいただければと思います。銀座でね開業したいなーなんていう、場合によってはですね居抜きとしてですね活用していただければと思います。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。今回ご報告があります。何かと言いますと、シンシアはですね2008年の8月に銀座5丁目で開業したんですけれども、2025年の6月、現在2024年の6月ですので、ちょうど1年後なんですけれどもね、銀座の中でね移転する予定となっています。その場所なんですけれども、現在がですね歌舞伎座前東銀座の三原橋の交差点っていうところの角にいるんですけれども、中央通りに引っ越しを予定しています。その中央通りっていうののどこって話なんですけれども、このパンフレットのねこの建物なんですけど、隣にあるのがユニクロです。この中央通りを挟んでこの辺に銀座6があるっていう感じの、とてもいい場所に引っ越しする予定なんですね。 Google マップなんですけれども、これがシンシアの場所です。歌舞伎座があって東銀座の交差点の角、その移転先なんですけれども、この三越があって和光の時計塔があって、この辺に銀座6があって、その真ん前なんですね。ちょっとね分かりにくいかもしれないんで、 Google マップ上でね移動してみたいと思います。ここにね歌舞伎座があって、この交差点の右のビルの4階にシンシアがいるんですけれども、これをねズズ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 ズッと行くとね、こっちの方に三越がもう見えてるんですね。これを次々進んでいきます。和光が見えてきましたね。右の方には三越があります。今ねこのビル建て壊ししてます。この交差点を三越があって和光があって日産ギャラリーがある、そういう交差点ですよ。その交差点のこれが中央通りっていうねものなんですけれども、銀座4丁目の交差点ですけれどもね、これを銀座6側に向かっていきます。地下鉄の出口があって抜けると GU があったりするんですけれども、一つブロックを抜けると左に銀座6が見えてきて、右を見ると建設中の建物があります。ここです。この建設中の建物、銀座6丁目プロジェクトって書いてありますけれどもね、そのお隣にユニクロがあります。道としては中央通りと三幸通りっていうのをね交差している角で、新しいビルが来年の6月に竣工になるんで、そこに入居させていただくになりました。私ね銀座に2008年に開業しましたけれどもね、銀座に10年頑張れればね本物だっていう言葉があったりするんですけど、開業当初はとにかく本物を目指して10年頑張って、今17年目なんですけれどもね、折り返し地点かなみたいなところで、もう一展開をしてみたいなっていうんでね、今回移転そういうのを決定した次第なんですけれども、これがですねかなり広くなります。現在が60坪っていう広さなんですけれども、移転先はですねなんと150坪です。これね銀座のシンシア2008年に作った時の内装平面図っていう感じなんですけれどもね、60坪っていう感じで
後でご案内しますけれども、手術室2つと美容皮膚科の部屋4つっていう感じで回してるところですね。これがですね、確定ではないんですけれども、150坪のフロアにですね、手術室が5つ、美容皮膚科の部屋が11個、あとはカウンセリングルーム3つなどなどっていう、そういう余裕のあるクリニックに引っ越ししようというふうにね、考えております。そうするとね、いろいろできることが増えます。今はですね、又吉の手術がね、おかげさまでたくさん行っているんですけれども、まだもう少しね、手術室が又吉だけで3つあればですね、もう少し患者様の要望に応えることができるようになるとか、あるいはですね、他のね、医師ですね、野口医師とか村住医師とかですね、村松医師とか、そういうドクターたちがもっと数多くの手術を引き受けることができるようになる。美容皮膚科も東銀座の現在のクリニックよりも一つ一つ部屋をね、少し大きくして、余裕のあるいい形でね、お迎えできればと。そしていろいろなね、機械を追加したり、新しい機械だけでなく、今までのメニューをね、よりいい形で提供できるようになればなと思っています。内装とかもね、めっちゃ贅沢な感じにするわけでは当然ないんですけど、シャンデリアとかないですけど、銀座のね、いい場所で私ね、治療受けてるんだなんてね、ちょっといい気持ちになれるような、そんなものを目指していきたいと思いますので、ぜひこれからもシンシアを応援していただければと思います。現在のシンシアなんですけれども、銀座5丁目の方もこれどうするのかっていうとですね、もちろん退去するわけなんですけれども、もしよろしければなんですけれども、その箱を活用したいなっていう方がいたらね、ぜひね、お問い合わせいただければと思います。この動画の後半でですね、現在の銀座院どんな感じなのかっていうお見せしますんで、あと1年ではありますけれども、シンシアの中身ってどうなってんのかなっていうふうにね、興味のある方もぜひ最後までご覧ください。まずここがシンシアの入り口です。エレベーターからね、ポーンと出るとこういう感じで入り口を作ってます。シンシアのね、ロゴがここにポンとあって、こういう感じで、当時としてはちょっとおしゃれな感じで作ってるんですね。そういう感じです。入るともちろん受付があるも、この待合自体は私のクリニックとしてはあんまり使ってないですね。もっと個室があるので、ちょっとコスメなんかの紹介もできるようにしてあったり、機械がもう溢れちゃってるんでね、今ここにポテンザとか置いてたりします。これ一つのね、カウンセリングルームです。私自体はこのカウンセリングルーム使うことはなくて、野口先生とか村松先生とかドクターが使っています。だいたいドクター2人体制で金さんは毎日やってる感じなので、こうね、誰かしらドクターがいるっていうね、そんな感じです。これ待合室ですね。待合室の一つではあるんですけれども、ベッドが置いてあって、ここでですね、美容皮膚科的なね、レーザーをね、ここに持ち込んで治療したりすることもあります。あとはヒアノーサウンド、そんな感じの部屋ですね。点滴とかやることもあります。これがね、私のカウンセリングルームです。今日ね、 YouTube の撮影日なんでちょっとごちゃっとしてますけれども、ここでたくさんのね、患者さん、結構時間かけてカウンセリングさせていただいてます。私はちょっとアートが好きなので、アートもね、いっぱい飾ってあったりしますけど、この部屋がレーザーと美容皮膚科の治療を行うことが多い、そういう部屋ですね。吸水チアグレーザー、レーザートニングのね、機械だったり、ゼオっていうね、キュテラっていうアメリカの会社の機械ですけれども、タイタンとかライムライトとかジェネシスとかですね、そういうのを行っています。これがシンシアの待合室っていう感じですね。さっきのも待合室ではありますけれども、ここに 1,2,3,4,5 個の待合個室があります。それぞれ上は通じてるんですけど、一つ一つは結構な広さがあるかなっていうね。ちょっと外が見えたりね、私がね、普段手術を行っているメインの手術室っていうね、まあまあな広さがあると思います。オペ台があって、ベイザーとかあれサーマクールとかもシンシアでは静脈麻酔で行いますんで、あそこに置いてあります。遠心分離機コンデンスリッチファットのものがあったりね、あとは冷蔵庫、いろんな
がありますよっていう、ね、この部屋は脱毛の機械が置いてあります。今、まあ、新車がスプレンダー X っていうのがね、価格破壊の脱毛を行ってますんで、ね、効果が高い、そして早い、そして価格安い、つまらない、そんな感じで脱毛をやってこの部屋も美容皮膚科の部屋ですね。もう一個ね、ゼオの機械があったり、糖尿病とか水光注射とかの機械もね、ここに置いてます。ちょっとバックヤードになってはしまうんですけれどもね、手術室の大きい方と、手術室の小さい方とね、その間をつなぐ形で、洗い場とかね、こっちにね、オートクレーブって言ってね、結構脂肪吸引とかも体の下にするんで、大きいオートクレーブが入るようなスペースもね、設けてたりします。パウダールームとかね。うん。こっちはね、小さい方の手術室で、目周りの手術とかね、そういうのを行ったりしています。もともとはもうずっと向こうまであったんですけれども、あまりに物が増えてしまったので、その敷居の向こうはストックにしてますけれどもね、ストックもかなりしっかり作ったつもりではあったんですけれども、800人とかっていうのは、スタッフの数も増えてしまったり、あるいは物自体が増えたりするっていうのもね、手術室狭いの嫌だなとかね、私は思ったんですけど、やらざる敷居をつけてね、ちょっと狭くしてますけど、本当はもうちょっと大きい部屋ですよっていうね、そんな感じで小さい方の手術室です。スタッフの部屋がありますね。1日20人弱ぐらいがね、働いてるっていう、そういう感じですけど、ちょっと手狭になっちゃったなっていうのはありますけどね。はい、奥の方に入ってくると、これがもうジムですね。又吉のカウンセリングルームとつながってたりするんですけれどもね、 LINE とかメールとかを返すような机があって、もともとこっちにね、これね、紙カルテだったんでね、紙カルテがね、2万7000円ぐらいになっちゃうとね、とてもじゃないけど置ききれないんで、ね、今電子カルテの中にしまいましたんで、ちょうどいい物置になってる。これね、受付のものがご覧ありがとうございます、ね、そういう風にお迎えさせていただいてる。この箱を作るのにだいたい60坪で7000万から8000万ぐらいかかったと思うんです。さすがにね、時間経ってるんで多少くたびれてるものとかもあったりしますけれども、まだまだ結構現役で使ってますし、月間800人の患者さんが来ていただいてるっていうね、もしね、銀座で開業したいなとかね、あるいは美容外科と美容皮膚科をバランスよくやってみたいななんてね、思ってる方は最初にね、始めるにはいい箱なんじゃないかなと思います。結構ね、最近銀行がですね、お金を貸してくれなくなっています。例えばメガバンクですね、三菱東京 UFJ 銀行なんかはもう美容医療にはお金を貸さないっていうふうにね、決定したあったりするぐらいで、まだ地銀なんかはね、結構貸してくれたりするんですけれども、メガバンクはね、お金を貸してくれないっていう時代になってしまってるっていうんで、又吉は次のところに移転するのに、僕に融資受けなくても大丈夫っていうような感じではあるんですけども、一番最初に開業考えてる時なんか融資をね、考えたりすると、融資で地銀が貸してくれる額っていうのはですね、割と5000万ぐらいが精一杯だったりするんで、そうするとですね、内装でですね、60坪とかでやろうと思って控えめにやったって4000万とか5000万とか簡単に飛ぶんでね、機械とか揃えち始めちゃうと結構な額になってしまうので、イニシャルコストを抑えたいっていう場合にはね、居抜きっていう形態もありかなっていうふうに私は考えます。検討いただければと思います。今回の動画ではシンシアが現在60坪から150坪の新築のビルに引っ越すんだっていうね、そういうお知らせをさせていただきました。そしてですね、もしね、興味のある方がいればなんですけれどもね、1年後に引っ越しします。多分8月くらいまで借りることになりますけれども、その後にですね、銀座でね、開業したいなーなんていうことを考えてらっしゃる方がいたら、場合によってはですね、抜きとしてですね、活用していただければと思いますんで、ご興味のある方はシンシアの銀座の LINE とか、メール、電話なんかでね、ちょっと中見てみたいとかね、そういうお問い合わせをいただければと思います。今回の動画もシンシア引っ越しするんだ、しかもそんな広いところに行くんだなんてね、思ってくださった方とか、引っ越したらどんな感じなんだろうなって行ってみたいななんて思ってくださった方は、
ぜひいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。